はい、ユッキーです。今日はですね、久々に、飲み配信ということで、こちら DVD 鑑賞ではなく日高屋へ行きたいと思います。久々のね、酒飲み、外動画というか飲み配信です。行ってきます。はい、どうも。Thank you.
追加で、はい、あ、少々お待ちいただいて、はい、お伺いいたします。ジョッキの中ジョッキ、はい、ジョッキの中ジョッキ、生ビール、はい、レモンサワー、レモンサワー、はい、以上で。以上で。ありがとうございます。
心大体で行くだよね。だから大学来ちゃうと思ったんだけど、でもママが行ってるから泣きそうだけどさ、すっごいすっごい行くなんだじゃん。ご注文いただきます。
はい、ありがとう。
ハイボールと、はい、で中華そば、中華そば以上で、はい、お願いします。
失礼しますか。つまみの方がございます。ありがとうございます。ハイボールでございます。
日本酒をこれ開けないでそのままもらえますか、はい、日本酒開けないでその常温に薄かったでしょうか、はい、ありがとうございます。あ、以上ね。はい、ありがとうございます。完成にしていただきます。いただきます。いらっしゃいませ。あ、どうぞ。失礼します。お待たせいたしました。日本酒常温になります。準備をいたします。こちらの皿下げいたします。あ、いいです。いたします。
はい、飲み終わりました。まあね、まあこれからね、シャリで帰るわけですけども。まあ結構飲みましたね。まあまあ。まあ個人的にはもうちょっとね、楽しみたかったんですが、いや結構良かったっすよ。でも実際。うん。実際ね、普通にね、美味しかったっす。うん。特に、まあ、僕的には結構びっくりしたのは、レモンサワーと、あと、チューハイがね、めちゃうまかったっつうね。あと、ハイボール。うん。ハイボールはね、すげえね、あれだって、なんだっけ。ハイボールは、ウイスキーの、ホワイトホースか。ホワイトホース使ってるんですよ。ホワイトホース使ってるらしいんで、いや、確かにうまかったね。うん。うめえなと思いましたよ。うん。普通にね、あと、チューハイはね、すげえ濃かった。うん、めっちゃ濃かったんで、ね。チューハイとレモンサワーもうまかったっすね。うまかったんで、ぜひ、またね、行きたいと思います。それじゃ、皆さん、バイビー。